やっほー、ずんだもんなのだ。どうも四国メタンです。ずんだもん、最近暖かくなってきて、コバエが鬱陶しい季節になったわね。コバエには食虫植物がおすすめなのだ。コバエを食べてくれるってこと。そうなのだ。独特で不思議な姿を楽しみながら、コバエ対策にもなる。そんな食虫植物は、最近ますます人気が高まってきているのだ。そうなの。ところで、どうして植物なのに虫を食べるのかしら。食べた虫はどうなっているのかしら。食虫植物は植物なのになぜ虫を食べるようになったのか、その場から動けない植物がどのようにして虫を捕まえることができるのか、食べられてしまった虫の行方は。今回はそんな謎に包まれた食虫植物について説明していくのだ。メタンは、食虫植物ってどんな植物かわかる？そんなの簡単よ。虫を食べる植物が食虫植物ですわ。ブッブー。食虫植物は食虫という習性を持っている植物の総称のこと。メタンの言うように食虫というのだから、虫を捕まえて食べる植物をイメージすると思うけど、獲物を捕まえはしても消化を行わない植物というのも存在するのだ。でも消化を行わないなら食べるとは言えないのではないかしら。そうなのだ。だから必ずしも全ての食虫植物が虫を食べるわけではないのだ。種類によっては昆虫を誘引する機能や消化機能がないものも存在する。これらを食虫植物に分類するかどうかで議論が分かれる場合もあり、食虫植物はどこまでを食虫植物とするかという定義付けが難しいところなのだ。分類するって難しいのね。そんなにたくさんの種類がいるのかしら。定義の難しさなども含めて種類は正確ではないけど、世界中に12か19族800種類以上は存在していると言われているのだ。しかもタヌキモやミミカキグサが属するウトリクラリア族、ガニ150種以上、ネバネバした粘液で虫を捕まえるモウセンボケが属するドロセラ族、ガニ100種以上、ワメヨ、ウツボカズラという袋状の葉っぱを持つネペンテス族が150種以上。その3つだけで600種以上もあるの。そう、この3つの族で半分以上を占めているのだ。他にも1族に1種類しかいないものや、多様で広い範囲に生息しているものもいるのだ。広い範囲って、食虫植物はジャングルとかにしかないんじゃないのかしら。イメージとしてはそうかもしれないけど、食虫植物の生息地は様々で、湿原に生息しているものから熱帯高雨林に生息しているもの、さらには半分砂漠のような場所に生息しているものなどもいるのだ。ざっくり言うと、南極といくつかの島以外を除けば世界中に生息しているのだ。それじゃあ他の植物とあまり変わらないわね。ところが他の植物には見られない食虫植物に共通する一つの特徴があるのだ。何かしら。それは栄養分がほとんどない痩せた土地に多く生えるのだ。栄養がなかったら育つことができないじゃない。本来植物は太陽や二酸化炭素による光合成と土壌からの栄養を吸収して育つのだが、食虫植物は土壌からの栄養が期待できない土地で育つことができる植物なのだ。なんでそんなことができるの。なぜ食虫植物は大した栄養がない土地で育つことができるのか、それこそが食虫植物が虫を食べる理由なのだ。確かに、なぜ植物なのに虫を食べるのかしら。虫を食べるなんてまるで爬虫類みたいね。その疑問を解決するために、まず植物に必要な栄養素から説明していくのだ。植物の成長には太陽や二酸化炭素、水を使って光合成をすることが必要だが、それだけだと不十分なのだ。土壌からの栄養が必要ってことね。その通り。土壌中にある肥料の3要素と呼ばれている窒素、リン酸、カリウムがないと、いくら水が豊富で日当たりが良くても植物は生きていけないのだ。それぞれにどんな役割があるの。まず窒素は植物の茎や葉、花などの成長に欠かせない成分なのだ。特に植物の生育初期に欠かせない成分で、葉を緑色にして茎を丈夫に育ててくれる栄養素なのだ。また植物が成長する上で光合成に必要な葉緑素も窒素がないと作られないし、植物の体を形作るためのタンパク質を作る働きもあるのだ。じゃあ窒素が不足すると葉っぱが黄色みがかったり小ぶりになったりするのね。その通り。つまり窒素は生育には欠かせない最重要とも言える栄養素なのだ。
次にリン酸は遺伝子の元になる DNA、RNA を作るのに欠かせない成分であり、花や実がつくのを促進したり、光合成を促してエネルギーを活性化したりもする重要な成分なのだ。つまりリン酸は植物が生育するための心臓部のような役割を果たしていると言えるのだ。リン酸が足りないと、せっかく手に入れたエネルギーが使われずに宝の持ち腐れってこと。そうなのだ。例えばいくら窒素からたくさんのタンパク質を蓄えることができていても、リン酸がなければ代謝が上手にできず、花のつきや実のつきが悪くなってしまうのだ。そしてカリウムは3要素の中でも根っこに深く関係する栄養素なのだ。カリウムは植物の体内でカリウムイオンとして存在し、カリウムイオンは葉っぱで作られた炭水化物を根に送り、根の発育を促したり、植物を丈夫にして病気などに対する抵抗力を高めたりする働きがあるのだ。カリウムの役割は次の3つ。1つ目は植物の中の水分を維持すること。カリウムは植物の水分バランスを調節して細胞内外の圧力を適切に保つ。そして細胞内の浸透圧が高まると植物が水分を取り込めるようになるという仕組みなのだ。カリウムは植物が水分を取り込むために必要不可欠な栄養素というわけなのだ。植物も人間と同じように水分バランスが適切でないと丈夫に育たないということね。2つ目は根っこが水分や栄養分を吸収できるように経路を作ること。カリウムは水分バランスを調整することで根の浸透圧を高めてくれるため、根張りを良くする効果があるのだ。じゃあカリウムが不足すると水分や栄養分を吸収できなくなって、やがて枯れてしまうってことね。そして3つ目は葉から根に栄養を送り、発育を促し、病気にかかりにくい状態にしてくれるのだ。肥料の3要素と言われるだけあって、どれも植物には必要不可欠な栄養素なのね。植物が育つには光合成と土壌からの栄養が必要ということはよく分かったけど、食虫植物は土壌からの栄養が見込めない土地に生えるのよね。そうなのだ。それでも育つってことは、食虫植物は進化して土壌の栄養がなくても育つようになったってことかしら。いやいや、食虫植物も植物だから他の植物と同じように土壌からの栄養も必要なのだ。じゃあ虫を食べて栄養を補っているのね。でもそれじゃあ植物っていうより本当に昆虫を食べる動物じゃないかしら。食虫植物もれっきとした植物なのだ。なぜなら食虫植物も他の植物と同様に葉緑体を持ち、光合成を行うことができるのだ。その証拠に暗い場所で食虫植物に虫を与えても育たないということが分かっているのだ。でも普通植物は虫を食べたりしないわよ。メタン、独立栄養生物と中属栄養生物って知っている？何それ？独立栄養生物は他の生物の存在に依存せずに自らの体を構成している有機物を無機物から合成することができる生物のことで、中属栄養生物は自らの力では有機物を合成することができず、捕食や寄生生活を通じて他の生物が作った有機物を体内に取り入れることによって生命活動を営んでいる生物のこと。つまり光合成を行う植物や化学エネルギーを利用して有機物を合成するメタン菌などの化学合成細菌に分類される生物は独立栄養生物に分類されるのだ。そして人間を含む哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫などといった一般的な動物や、キノコやカビや酵母などといった菌類、さらにはさっき説明した化学合成細菌に分類されない一般的な細菌の種類の多くが中属栄養生物に分類されるのだ。食虫植物は光合成もできるし昆虫も食べている。どっちに分類されるのかますますわからないわ。もちろん食虫植物は独立栄養生物に分類される。土壌の栄養が少ない土地に生えてはいるけど、食虫植物に窒素やリン酸を与えることで光合成の量が増大したという研究結果も出ているくらいなのだ。じゃあなんで虫を食べるの？光合成ができるならあえて虫を食べなくてもいいのではないかしら。それはもちろん土壌から栄養を吸収できない代わりに虫から栄養を吸収しているのだ。虫を食べることで成長しているのではなく、虫に含まれる肥料の3要素を取り込んで光合成をすることで成長をしているのだ。土壌に含まれている3要素が虫にも含まれているの？食虫植物は肥料の3要素を虫から得ることができるのだ。でもそんな大変なことをしないで
栄養が十分な土地に生えたらいいんじゃないのかしら。食虫植物は虫を捕まえるのだから強い植物だと思われるかもしれないが、実はそうではないのだ。誰もいない痩せた土地だったら自分だけが生育できるけど、自分が開拓して土に栄養分が溜まってくると他の植物も生育できるようになってきてしまう。そうなると食虫植物は後から来た植物との生存競争に負けてしまうのだ。なんだかかわいそうな植物ね。しかし虫を食べて栄養を補うという素晴らしい能力によって他の植物が生きられない栄養の貧しい土地を生き延びることができるのだ。それに食虫植物は他の植物がいない土地に進出することができるパイオニアでもあるのだ。他の植物にはできないことね。そうなのだ。ところで食虫植物は他の植物との生存競争にすら負けてしまうか弱い植物なのに、どうやって虫を捕まえたり食べたりすることができているのかしら。食虫植物は虫を捕まえるための様々な罠と仕掛けを持っているのだ。この罠は大きく分けて5種類。1、挟み込み式。2、落とし穴式。3、粘りつけ式。4、吸い込み式。5、もんどり式。これらの罠は葉の一部が変化したもので、形や虫を捕まえる方法が食虫植物の種類によって異なり、びっくりするほど巧みなのだ。もう少し具体的に教えてほしいわ。まず一つ目は挟み込み式。トゲトゲがついている葉の部分が二枚貝のようになっていて、まるで大きなお口をパックリと開けて虫を待ち構えているかのような見た目が特徴なのだ。食虫植物の中でも有名なハエトリグサがこのタイプね。実はこの挟み込み式はハエトリグサとムジナモのたった2種類しかいないのだ。この2種類は先ほど説明したように特徴的な葉っぱを持っていて、葉の内側には感覚毛があり、センサーの役割を果たしている。フェロモンでおびき寄せられた虫が葉の上を歩き回り、1から2回以上この感覚毛に触れてしまうと素早い動きで葉が閉じ、虫を捕まえることができるのだ。そのスピードはハエトリグサだとだいたい 0.1 秒、ムジナモはさらに速く、わずか 0.02 秒で葉を閉じることができるのだ。かや、食虫植物の中でも目ではっきりと動く姿を見られるのは挟み込み式の食虫植物だけなのだ。その動きは口で虫をパクッと食べている鳥のヒナにも似て、ユーモラスで可愛らしいのだ。2つ目は落とし穴式。落とし穴式の罠を持つ食虫植物の種類は多く、代表的なものはウツボカズラなのだ。ウツボカズラは空に向かってポカーンと口を開けたような形をしている。この袋のような部分に虫を落とし込み捕獲する仕組みになっている。この袋って一体何なの？この袋状の補充器こそがウツボカズラの葉の本体なのだ。これが葉っぱ。面白い形ね。落とし穴式の罠はハエトリグサの挟み込み式と違い、動くことはないのだ。まさしく落とし穴が開いた状態で獲物をひたすら待つ。ただし何もしないでただ待っているわけではなく、袋の入り口や袋の上についた蓋から甘い蜜を分泌し、匂いで虫を誘い出すのだ。袋の入り口は滑りやすくなっていて、誘い出された虫が袋の入り口に足をかけると足を滑らせて袋に落ちる。しかも袋の内側もまた滑りやすく、虫は這い上がることができずに袋の中の消化液で溺れてしまうというわけなのだ。大きなサイズの種だとネズミやカエルなども捕らえることができるすごい罠なのだ。そんなに大きな動物も獲物にできるなんて最強の罠ですわね。3つ目は粘りつけ式。この罠は食虫植物の罠の中でも補充能力の高い罠なのだ。有名なのはモウセンゴケ。葉の表面に生えている毛の先にある丸い粒がキラキラ光って綺麗だわ。この毛は繊毛といって、繊毛から出ている丸い粒は粘液なのだ。この粘液から甘い香りを出して虫を引き寄せ、虫がこの粘液に触れると接着剤のようにペタッとくっついてしまい、繊毛と粘液で絡められ動けなくなる。そしてモウセンゴケの葉は数時間から半日かけてゆっくりと虫の体を抑え込むように巻きつき、虫を逃さないようにして繊毛から出る消化液で虫の体をゆっくり溶かし、消化吸収する。ちなみに羽のある虫は特にこの粘液のベタベタに弱く、トラップにかかりやすいのだ。可愛い見た目をしていて怖い罠を持っているのね。4つ目は吸い込み式。吸い込み式の罠を持つ食虫植物はタヌキモ。吸い込み式の罠がどういう仕組みなのかはタヌキモの仲間の
耳かき草を例にとって説明するのだ。耳かき草はまっすぐに伸びた細い茎の先に可憐な花を咲かせる可愛い植物なのだ。挟み込み式のハエトリグサや落とし穴式のウツボカズラのように明らかに特徴的な見た目はこれと言ってないわね。一体どこら辺が罠なのかしら。一見してわからないのも無理はないのだ。耳かき草の吸い込み式の罠は見えるところにはないのだ。じゃあどこにあるの。罠は地面の中にあるのだ。耳かき草は地中に茎を伸ばし、茎のところどころに捕虫嚢と呼ばれるごく小さな半透明の袋をつけている。袋の入り口についているドアにはトゲが生えていて、そこに虫が触れるといつも閉じているドアが内側に開き、水と一緒に虫を吸い込んで捕まえてしまうのだ。袋で虫を吸い込んで捕まえた後は袋の中から出る消化液で消化し吸収する。ドアが開いたり閉まったりって植物が自分の意思で動かすのかしら。捕虫嚢の袋の中はいつも低圧状態に保たれ、ドアが閉じられている。そのドアに生えているトゲに虫が触れた時、そのトゲがテコの原理の働きをしてドアが開くという仕組みなのだ。ヒゲがドアノブでドアが開くとブラックホールみたいにビョーと吸い込まれるイメージね。うん、そんな感じなのだ。圧力差を利用して吸い込むので、その速さはとても速く、その間わずか 0.03 秒。速っ。あまりの速さに獲物は逃げる間もなく耳かき草の捕虫嚢に収まってしまうのだ。この捕虫の仕方はハエトリグサのようにセンサー感知して反応するわけではないので、生態への負担も少なくて済むのだ。こんなに繊細で小さな植物だからこそ負担なく捕虫できるように工夫されているのね。5つ目はモンドリ式。いや、モンドリって何？モンドリはウナギなどの魚を捕まえるための仕掛けのことで、主に川で使われるのだ。形は筒状になっているものが多く、片方に魚が入る穴があり、中に入った魚は出られないようになっている。このモンドリに似た捕まえ方、モンドリ式の穴を持つ食虫植物は一つだけ。ゲンリセアといって、見た目は耳かき草に似た植物なのだ。耳かき草と同じように湿地に生え、花茎を伸ばし小さく可憐な花を咲かせる植物なのだ。ゲンリセアもどこにモンドリ式があるのか見た感じじゃわからないわ。耳かき草と同じで、ゲンリセアも罠の部分を地中に隠しているのだ。ゲンリセアは地面にスプーンのような形の葉をつけるが、実は地面の下にも葉を伸ばしているのだ。この地中の葉がモンドリ式の罠になっていて、葉はチューブのような筒状で、真ん中に膨らみがあり、先が二股に分かれている。まるで Y が逆になったような形ね。この Y 字型をした葉は細い管状となっていて、葉の内部には奥に向かって生えている毛があるために、隙間から潜り込んだ虫は奥へ奥へと誘い込まれ、後戻りができない迷路となっているのだ。奥にある膨らみは捕虫室と呼ばれ、ここにたどり着いた虫は消化液で溶かされ消化吸収されてしまう。虫が潜り込んだら最後抜け出すことができないなんて恐ろしいわ。虫の捕まえ方が分かったところで、次は虫を食べるまでの流れを段階ごとに説明していくのだ。捕まえて食べるだけじゃないの。基本的に4つのステップに分けられるのだ。1誘う、2捕まえる、3消化する、4吸収する。虫の捕まえ方のところでも説明してるけど、各工程の順に今度は説明していくのだ。それに全ての植物が必ずしも全部の工程を行っているわけではないのだ。まずは誘うの工程。食虫植物は他の植物と同じように自分で動くことができないので、虫を捕まえるためにはまず虫を誘い出す必要があるのだ。フェロモンや匂いを使うって言っていたわね。そうなのだ。目立つ鼻をつけたり、虫の好む匂いや蜜を出したりして虫をおびき寄せているのだ。例えば挟み込み式のハエトリグサや落とし穴式のウツボカズラはフェロモンや甘い香りや蜜を分泌して虫の方からやってくるのを待っているのだ。虫を追いかけることはできないから、どの食虫植物もこの工程を行っているってことよね。そう思われがちなんだけど、実はこの誘うというステップをやらない食虫植物もいるのだ。例えば粘りつけ式の虫取りスミレ属。この種類は虫を誘い出していないのではないかと言われている。しかし虫取りスミレはやってきた虫を葉っぱから出ている粘液で捕らえ消化吸収をしているのだ。おびき寄せなくても虫が寄ってくるってとても魅力的な植物なんでしょうね。
虫を誘い出すための仕組みは花から応用されていると考えられているが、未だに関係する遺伝子などは解明されていないのだ。謎なところも魅力的ね。次は捕まえる。ほとんどの食虫植物は葉っぱを変形させた捕虫器デムシを捕まえているが、捕虫方法は種類によって5種類に分類される。パクッと挟む、挟み込み式、ポチャンと落とす、落とし穴式、ネバネバの、粘りつけ式、両を落とす、吸い込み式、ぐるぐる迷路の、もんどり式。なかなか分かりやすいのだ。大きく5種類に分類されるといっても種類によって少しずつ罠が異なる。例えば落とし穴式の食虫植物であるセファロタスの捕虫用を見てみるのだ。なんだか強烈な見た目をした植物ね。セファロタスの壺型の捕虫用には口の部分には歯のようなものや、虫を口元まで登らせるキールと呼ぶ突起、分泌吸収線、虫を逃がさないようネズミ返しまである。虫を捕らえ逃がさないための工夫が全部施されているって感じの作りね。また同じ落とし穴式の紫兵士装を見てみるのだ。この捕虫用はセファロタスのもの施った作りではなく、独立して進化した袋型で、蓋や中央のキールはあるものの、それ以外のキールや歯、内部のネズミ返しなどはない。種類によって様々ね。それもそのはず、セファロタスは一族一種の唯一種だし、紫兵士層はツツジ目で DNA 以上全然違う系統なのだ。ちなみに似たような袋型の捕虫用を持つウツボカズラはナデシコ目で、これも全く異なる種になる。全く系統が違うのになぜ似たような見た目をしているのかしら。それはいわゆる修練進化なのだ。修練進化。修練進化とはそれぞれ違った分類に属する生物が生息している地域、時代などが全く違うにもかかわらず、生態系において同じような地位に置かれた時に同じような外見や生態を持つ進化のことを言うのだ。つまり異なる生き物たちが種類や分類系統、生きた時代が全く違うのに同じような姿形に進化することなのだ。ここまでは虫を捕まえる部分をメインに説明してきたけど、ここからは捕まえた虫をどうやって栄養として取り込んでいくのかを説明していくのだ。確かに私たち人間は食べたものを消化することで栄養として吸収することができるわよね。食虫植物も同じことをしているのかしら。その通りなのだ。食虫植物が虫を栄養として吸収するためには虫を消化することが必要になる。そして消化するためには消化酵素を分泌することが必要になる。しかし最初期の食虫植物は虫を捕まえることはできても消化することはできなかったのだ。そうなの。次第に消化酵素を分泌する器官が発達したことで虫の栄養を吸収する能力を得られるようになったのだ。消化酵素を分泌する器官は食虫植物が虫を効率的に消化するために複数の段階を経て進化してきた。まず最初に虫を取り込むための捕虫器が進化したと考えられている。次に捕虫器の消化液中に含まれる消化酵素の種類や量も変化してきたのだ。最初期の食虫植物ではシンプルな消化酵素であるエステラージェが主に分泌されてきたが、より複雑な捕虫器を持つ種類が現れるにつれ、より複雑な消化酵素が必要とされるようになったのだ。例えばミミカキブサは消化酵素の一種であるプロテアーゼを大量に分泌しており、タンパク質の消化を得意とするのだ。肥料が不足している環境で生きている食虫植物は効率よく虫を消化して栄養を吸収できるように進化することが必要不可欠だったってことね。食虫植物は捕まえた虫を消化したら次は吸収して栄養を体内に取り込んでいくのだ。どこから吸収するのかしら。普通の植物は根っこから水や土の栄養を吸収しているけど、実は食虫植物の場合は葉っぱがその役割を担っていると考えられているのだ。じゃあ食虫植物は葉っぱで虫を誘い出し捕まえて消化して吸収までできちゃうってこと。そうなのだ。食虫植物の研究は他の植物と比べれば始まったばかりのレベルだから、まだまだ謎だらけだけどたくさんの面白い進化を遂げているのだ。知れば知るほど不思議な植物ね。食虫植物のことがいろいろ分かってきたところで、ちょっと変わった食虫植物についても紹介するのだ。食虫植物自体が変わった植物だけどね。まずはトマト。うん、トマト。そうなのだ。
トマトも実は食虫植物だったのだ。はいはい、もういいから真面目に教えて。メタンはトマトを育てたことある？え、もちろんないわ。そっか、じゃあ画面の前のあなた。え、急に？トマトとかプチトマトを育てていると茎の産毛に小さなハムシが絡まって死んでいる場面を見たことはない？それも一度や二度ではなく何度もあったりするかもしれない。そりゃトマトは美味しい野菜だもの。寄ってくる虫もたくさんいて毛に絡まっちゃうことくらいあると思うわ。だけどそれは決して偶然ではないということが近年の研究で明らかになったのだ。トマトやジャガイモ、キャベツなどの野菜の一部は自分たちがすくすくと育つための肥料として虫を捕食し栄養分を吸い取る食虫植物であることが判明したのだ。いやいや、挟み込むための葉っぱや落とし穴のような袋もないわよ。トマトは茎の産毛で虫を捕まえるのだ。茎の産毛には粘液が含まれていてハムシなどの小さな虫を捕まえるのに役立つ。獲物を捕らえたらあとは死ぬのをひたすら待つのみ。死んだ虫は地面に落とされ土壌の養分となる。そしてその栄養分を根っこを使ってギュンギュン吸い取っているわけなのだ。ちょっと怖いわね。トマトの能力はこれだけじゃないのだ。実は茎の産毛だけではなく葉っぱも虫にとっては凄まじい脅威なのだ。虫がちょっとでもトマトの葉っぱをかじろうものならその後からいわゆる毒ガスを発射する。毒ガス？しかもこれが合図となり周りのトマトたちも一斉に毒ガスを発射するのだ。結果周囲の虫は全滅。土壌はたくさんの虫の栄養がたっぷり染み込みトマトはその栄養を吸収しすくすく育っていくというわけなのだ。ひえー、この能力は荒れた土地でも丈夫に育つため進化の過程で培った能力なのだが現在では栄養分がたっぷり含まれている畑の土で育つものもこの能力を利用しているという。その方が効率いいのかしら？いや、ただ昆虫たちを殺すということだけを機能的に行っているみたいなのだ。なんだかトマトが怖いわ。次は食虫植物と共存する虫を紹介するのだ。ずんだもん、何を言っているの。食虫植物は虫を食べる植物よ。弱肉強食の世界で共存できるわけないじゃない。メタン、アリって知っている？バカにしてる？落とし穴式の食虫植物であるウツボカズラは壺に落ちた獲物を消化液で溶かしてしまうが、ウツボカズラの中には壺の中にアリを住まわせている変わり者がいるのだ。壺の中の消化酵素で消化されないの？ボルネオ島にしかいないと言われているこのアリは泳ぐアリと呼ばれていて、ウツボカズラの壺の中で泳ぐことができ消化されることはないのだ。このアリは他の虫がウツボカズラの壺の中へ落ちると消化液の中を自在に泳ぎ引き上げて食べてしまう。ウツボカズラは獲物を横取りされているのね。一見するとそう見えるんだけどアリとウツボカズラの間には互いに助け合う絶妙な関係があるのだ。貴重な栄養源を取られているのに助け合っているの。ウツボカズラにとって窒素は貴重で摂取の難しい栄養素。そして研究の結果ウツボカズラはアリの排泄物や死体に含まれる窒素を吸収しているということが判明したのだ。そのためアリと共存するウツボカズラは共存していないものより成長が早いのだ。またウツボカズラを利用しているのはこのアリだけではない。ハエヤカはこの植物のツボ型の捕虫器に卵を産みつけ、孵化した幼虫は消化液に落ちた他の虫を食べて成長し、成虫になるとウツボカズラから出ていってしまうのだ。この場合は獲物を奪われているわね。そうなるのだ。ただしこれらのハエヤカが幼虫のうちにアリに食べられてしまえば、貴重な窒素の源は引き続きウツボカズラの体内に確保されることになるのだ。しかもこのアリが食べる虫のほとんどはウツボカズラから逃れれる能力のあるものなのだ。つまりウツボカズラはこのアリのおかげで重要な栄養素である窒素を得る機会を失わずに済んでいるのね。だからお互いに助け合っているのだ。最後に捕虫方法が特殊な食虫植物を紹介するのだ。その名もトロセラ・グランデユリゲラ。トロセラは毛線モケ属のことで、トロセラ・グランデユリゲラはオーストラリア東部に生息している希少種なのだ。毛線モケってネバネバタイプよね。そう、ちゃんと覚えていて偉いのだ。トロセラ・グランデユリゲラの特徴は
放射状に広がった2種類の細い葉っぱ。一つはネバネバの粘液を出す繊毛。この葉っぱが捕虫器となって虫を捕まえているのね。特に変わったところはないけど、特殊なのはもう一つの葉っぱの方で、こちらは粘液を出さないのだ。じゃあ何のためにあるのかしら。この葉っぱは昆虫などの足が触れると、中央部分のネバネバの繊毛に向かって瞬間的に虫を弾き飛ばす役割を果たしている。つまりネバネバに向けて直接虫を放り投げているってこと。そういうことなのだ。これは形成運動と呼ばれ、長い間何のために行われているのか明らかになっていなかったのだ。透析器方式と呼ばれているこの方法は、虫を捕まえるには非常に効果的なのだ。触れたら最後、一貫の終わりってことね。トロセラ、グランデユリゲラはおそらく長引く木が状態から脱却するために透析器方式を獲得する進化が必要だったと考えられている。オーストラリア東部のような変化の少ない環境では予想外の変化に対応する必要がない。つまり盲線向けのように一つの行動に特化した種が繁栄できるようになるのだ。進化してきたからこそ生き延びることができたのね。今回は食虫植物について説明してみたのだ。不思議な植物だなとは思っていたけど、虫を食べる謎や虫の捕まえ方を知ることができて、とっても面白い植物ってことが分かったわ。食虫植物と一言で言っても、見た目も生息地も捕まえ方も様々で、知れば知るほど魅力にはまっていく植物なのだ。それにトマトなどの野菜も食虫植物だったなんてとても驚いたわ。まだまだ謎に包まれていることがたくさんあるから、実はひっそりと身近に隠れている食虫植物がいるかもしれないのだ。食虫植物が気になった方はぜひ直接見てみるといいのだ。虫を食べるところを観察するのも面白そう。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。